両親が別居中です。どうも、元牡蠣の人です。牡蠣おいしい。今日はですね、もし死にたくなったら牡蠣を最後に食べてほしいなと。なんでかというと、牡蠣は昔から漢方薬として機能があって、その漢方薬がですね、精神状態を安定させてくれたり、うつ状態を回復してくれたりする効果があると言われていて、まず有名なのが中国で、軽視下流かつボレイ糖、軽視下流かつボレイ糖という牡蠣の殻を、使った漢方薬がある。こちらが精神安定効果がと言われていたり、あとはですね、食材の中で一番牡蠣に含まれているという亜鉛ね、亜鉛っていうのが牡蠣に一番含まれているんですよ。で、その亜鉛とタウリンがセロトニンという脳内物質を分泌してくれるんですね。このセロトニンという脳内物質が幸福感を生みやすくしてくれるというんですよ。なので、うつ病とかにも効果あると言われていてね、もし最後死にたくなったなとか、もうダメだなと思ったら、僕まで連絡ください。最後は牡蠣ご用意します。その牡蠣を食べてからどうするかもう一回考えましょう。その効果効能については、説明欄に URL の方貼っておきますんで。僕もね、昔いろいろあって、朝起きたら20億なくなってたりとかいろいろあったんですよ。本当死にたいこともたくさんあったんですけど、今ここにね、こうやって生きながらえてるのは牡蠣のおかげかなと。ということでね、牡蠣の殻が漢方薬として精神安定効果があったり、牡蠣がね、一番食材の中で 100g 中一番亜鉛が入ってるんですよ。亜鉛とタウリンが入っていて、その亜鉛とタウリンがセロトニンという物質を、幸福感を脳内に感じさせてくれる脳内物質なんです。それを分泌してくれるということで、もし死にたがってもうダメだと思ったらご連絡ください。僕が最後牡蠣をご用意します。で、それを食べてからということで、詳しくは、下の説明欄の URL をご覧ください。というわけで、今日も元牡蠣の人でした。牡蠣おいしい。